元気だったか？ああ。どうした？待ってたんだ。報告しようと思って。何を？ここにある桜は切られない。やっとそれが決まった。そうか。長かった。譲れない目標だった。それがようやく実現した。夢を叶えたんだな。でも、その代わり失ったものもある。好きな人と一緒にいられるはずだった。何ヶ月かの時間だ。私はお前が好きだ。今でも、前よりずっと好きになった。もうずっと話もしていないじゃないか。そうだな。でも見てた。ずっと見てた。私がいなくても、お前はちゃんとやってた。遅刻しないで授業に出て、毎日少しずつ頑張ってた。うん。弁当は無理だったけどな。就職活動もそれなりに頑張った。やっぱり内心悪くてさ、跳ねられまくった。けど、最近やっと決まったんだ。小さい事務所だよ。リサイクルショップの。まあ、場所はそこそこ近いな。なんせこの街の中だから、通勤は楽かな。それだけだよ。なあ、俺お前とどんな話してた？どんな風にお前と話して、どんな風に笑ってた？俺とお前は一緒に進めないよ。お前も来年には卒業だ。きっとこの街を離れて遠くへ行く。ずっと遠くへ行けるんだよ。でも俺は違う。ずっとこの街の中だよ。ずっと同じ場所にいるんだ。そういう人間なんだよ。なら私がお前のそばへ行く。そこへ行く。なんで、お前はもっといいとこへ行けるんだぞ。いい大学へ行って、たくさん出会いがあって、期待されて、それに応えて、もっと高いとこがあるんだぞ。俺のそばなんかよりずっと。なんかだなんて言うな。なんかだなんて言うな。私が選んだんだ。先生の評価やテストの点数でできた高い場所よりも、私にとっては大きな価値がある。だから友也のそばへ行く。全力でそこへ行く。どっちが先輩だかな。行くよ。ちょっと遅れたけど、俺もお前のところへ。友也、友也。なんだよ、なんなんだよ。泣くなよ。泣くな。